東南アジアや中東など34カ国が参加した ACD アジア協力対話の首脳会合が開かれ、イランのロウハニ大統領も出席しました。アジア協力対話は2002年にタイの呼びかけで始まった非公式の国際会議で、主に経済協力などについて話し合われます。10日タイのバンコクで開かれた2回目となる首脳会合には、東南アジアのほか日本や中東など34カ国の首脳や高官が集まり、日本からは小田原清外務政務官が出席しました。また会合には東南アジア各国との関係強化を図っているイランのロウハニ大統領も参加しました。ロウハニ大統領のタイ訪問はベトナム、マレーシアに続くものです。ロウハニ大統領はタイのプラユット暫定首相とも会談し、農作物の貿易促進など経済協力を強化していくことで一致しました。